おはようございます。今日はね、四国7月の27日です。四国遍路ね、34日目になります。約ね、1ヶ月ぶりに四国に戻ってまいりまして、最後のね、お遍路を始めております。今日はね、愛媛最後の65番目のですね、三角寺行きまして、そこからですね、66番目の、運転寺の麓のお宿まで行って、今日は終わりです。今ね、朝の7時半なんですけど、あのね、セミの音を聞いてもらえれば夏だってわかるかなと思います。いやー、やっぱりね、夏に歩くのはやっぱ大変ですね。暑い。よし、ようやくね、10キロ。やっぱりね、かなり汗はかきますね、夏なんで。先ほどね、車でね、お遍路のお宿経営してた方がね、宿泊者をね、三角寺まで乗せてくっていうことで、ね、ちょっと路肩に車を止めて、ちょっとお話ししたんですけれど、送ってくようなんて話を、されて、いや、車にね、乗りたかったですけど、ちょっとね、まあ、あるということで、お断りをね、しました。いやー、すごいね、優しい方だったんで、まあ、ね、乗りたい気持ちはたくさんありました。よし、じゃあね、まもなく20キロです。これでね、お昼にしたいと思います。ようやくね、到着です。もうきつい。さあ、お昼を食べたんでね、また歩いていきたいと思います。いやー、やっぱ大変ですね、夏は。本当に。よし、じゃあね、まもなく三角寺にね、到着します。すいません、ちょっとね、おしゃべりしながらね、動画撮りたいんですけど、ちょっとね、すいません、今日はそんな余裕がなくて、全然ね、風景とかを伝えられてないですね。すいません、それぐらい、頑張って歩いているということです。よし、ようやくね、三角寺に着きました。おお、これまた大きなね、石段ですよ。おお、中が山の上ですけど、すごいね、広いですね。動画、すごい大きなお寺です。
の温度もすごい、横から見ると大きいですね。銅像もね、大きいですね。これがね、大師堂でした。多分ね、秋になるとこういう紅葉がね、すごい綺麗になるんだろうとね、思います。ほんと山の中腹にある。いや、やっぱり車のね、物音とか一切しないいい雰囲気ですね。そんな。よし、じゃあね、65番目三角寺がね、終わりました。いやー、ちょっと山道がね、きつかったですね。でも、ほんと山の中腹にあるお寺ですけれども、すごくね、本堂も綺麗で重厚感があって、いいお寺でございました。これでね、愛媛県のお寺は全部終了です。愛媛のお寺も、いやー、結構多かったですね、なんだかんだ。よいしょ。じゃあ次はね、66番目ですか。場所はね、徳島県ですけど、香川県のね、お寺、雲辺寺に向かいたいと思います。今日はね、その途中のお宿に、泊まるので、雲辺寺の麓ですね、に泊まるので、そこまでね、また歩いていきたいと思います。ようやくね、ちょっと落ち着いたので、少しね、お話ししながら喋ろうかなと、歩こうかなと思います。6月とはね、全然もう比べ物にならない、もうまあ猛暑、本当に、ね、酷暑と言ってもいいぐらいのね、気温なので、本当に大変な感じです。でちょうどね、今日が7月の27日なんですけれども、僕自身はね、ちょうど1年前、のこの日がね、あのお坊さんになった修行のね、1日目でした。ちょうどね、あの何のいたずらかは分かりませんが、このね、7月の27日は、あの妻の誕生日なんですよね。あのもう修行が始まるっていうことで、もうね、妻の方には全くね、相手できずに、修行1日目にね、ちょっと不安がね、たくさんありながら行ったのがちょうど1年前なので、なんともね、まあ1年経ったなぁと思うと同時にね、二度としなくていいと思ったら、ね、修行をしてる歩きのね、修行をしてるなんてのはまだ想像がつかないなというところですね。本当に修行と同じぐらいね、汗をかいてるので、もうお茶飲んで、スポーツドリンク飲んで繰り返しなんで、なんか去年も、ああ、こんな感じで、もう体中汗かきまくって、休憩でお茶飲んで、こんな生活だったなっていうのをね、歩きながら思い返しているところです。先ほどもね、話題に触れましたが、今日ね、7月27日はね、妻の誕生日なんですよね。で、あの動画をね、見ていただいている方は分かっていると思うんですが、まあ、ずっとね、一緒に住んでいたっていうのもありますけれど、6月にね、入籍をしまして、いわゆる、まあ、新婚真っ只中というところでですね、まあ、昨年度は、まあ、修行に行かなければいけなかったので、まあ、いわゆる、あの仕方なく誕生日当日にね、家を開けなければならなかったんですけれども、今年はあのいわゆる自らね、この日程を選んできているので、まあ、6月のその入籍の時点でもうあの四国に行くことはある程度は妻も知っていたんですけれども、
いざね、まあ近くなると、まあ当然まあ怒られるというか、うん、そんな感じでした。はい、うん、まああれですね、日常の夫婦関係は大事だなと、まあ、なかなかね妻の誕生日に自らいなくなるっていう人はなかなかいないとは思うんですけれども、まあこれも一種のね夫婦の形だと思っております。8月はねお寺関係の行事だったりとか、まあ、新婚旅行とか結構予定が立て込んでるので、いわゆる早めにねこの遍路を終わらせて、まあ終わらせてっていうこともあれですけれども、まあ終わらせておきたいっていうのがあったので、もうね7月後半すぐからこちらに来てるわけなので、まあ仕方ないといえば仕方ないんですけれども、家庭をねちょっと犠牲にしながら、歩いているところでございます。すげえ景色、山がすげえな。まあこの時期はね本当に暑さ対策がね大事になると思うんですけど、まあ、僕の場合は東京でね何日間か重い荷物を背負いながらね、歩いて、で本当だったらね熱中症予防に帽子とかそういうのをねつけたりするんですけど、逆に何もつけずにねまあ多分いい方法ではないと思うんですけど、僕は逆に何もつけず、まあ、そのまま、まあ、ちょっと10キロぐらいね歩いて汗をねとにかくかくっていうのをね暑さ対策としてやってました。全然違いますけど、でもやっぱり何もせずね四国に来るより多少ね、準備をしてから来た方がね、特にこの時期はねこんだけ暑いんで、今日も歩き遍路の人は一人も見てないんですけど、土曜日なのにやっぱり遍路のシーズンではねないのかなっていう気はしますね。なんでやっぱり人がいないんで本当に、ね、熱中症とかで倒れてもなかなかね助けが来ないっていうところがあるんで、よりね対策は必要かなと思います。めっちゃ綺麗だ、見えるかな、うおーすげー。ちょっとねうっすらと奥にもね、瀬戸内海とあれは岡山とか広島が見えるな。いやこうやって見るとね本当に日本地図だとね狭く感じますけど、やっぱり瀬戸内海とね瀬戸内海も大きいんだなというのをね感じますね。よしね、もうなく40キロです。マジで別物ですね。あともうちょっとです。現在ね4時ですけど、気温はね30ですね8。よし、じゃあねまた先に香川ではなく徳島県に入ります。雲辺寺はね徳島県にあるお寺なんですけど、まあなぜか香川県のお寺に組み込まれております。まあ四国もねやっぱり歩いてみるとかなり広いですからね。気温ね32度でした、4時でやべえな。よし、ようやくね到着ですよ。いやあ、待った、到着です。今日はねこんな感じですね。今川に浸かってます。いや今日はねさすがに疲れました。今日は多分45キロぐらいかな、歩いて山越えもしてね、なんとかね乗り切った一日になりました。また明日もね頑張りたいと思います。じゃあ今日は終わりです。ありがとうございました。またね明日から頑張って歩きたいと思います。遅くなりましたが、妻へ、誕生日おめでとうございます。一緒に祝えなくて本当にすいません。
来年は一緒にお祝いをしましょう。今年も、仲良く、そして健康に、楽しくね、一緒に夫婦生活を歩んでいきましょう。これからもよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。川がすごい冷たいです。ひたひたです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。冷たい、最高です。これありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。